この探検マップで、はい、めちゃくちゃ可愛い。今年できたばっかり。あ、そうなんや、はい、わすごい。ちょっとじゃあ探検してみます。はい、ありがとう。いや、1年2組、はい、1、2年生。あ、1、2年生か。へえ、お邪魔します。わあ、雪月花楼は北海道にある喜茂別町羊蹄山のふもとに位置します。2003年に閉校した小学校を借り受けして2006年にオープンしたんやって。家族と仲間で手作りした雪月花楼、一味違うゲストハウス、ライダーハウスに大変身。また飾ってあるアンティーク調のものがおしゃれやね。ところでさ、ライダーハウスって何？あ、そっか、またそこからな。ライダーハウスって言ったらオートバイや自転車などで旅行をしてる人たちのこと、まあ、比較的簡易的な宿泊施設の総称的な呼び方。ここの雪月花楼はそのライダーハウスもありーの、ゲストハウスもありーの、キャンプ場もありーのやから、いろんな旅行の仕方の人たちが集まってくんねん。だからこんなにバイクがあったんや。日本一周っていう木彫りのキーホルダーもあるもん。バイクとか自転車で日本一周とかしたら楽しいやろな。え、もしかしてやる気？いや、そりゃやりたいけど、現実仕事やめなあかんやん。刻んだら？日本一周刻んでやるってなかなかやな。刻んだところに戻るって大変やで。交通費もかかるな。ここ体育館やねんけど、めちゃくちゃ楽しそう。めっちゃ雰囲気ある。なんだこれ。ここは職員室やってて。ビリヤードもあるやん。どんだけ楽しいねん。あ、びっくりした。福田さん、電話つながりませんよとかって言って、そりゃつながりません。懐かしい。そんな、おかしいよ。思いますね、昔。あ、ぽっちゃん、名前は、返事してくれんの、ぽっちゃん。ぽっちゃん、昔職員室やったカフェにはレコード盤が置いてあって、好きなレコードを聴くことができるねん。何このまったり感。トトさんの気持ちが残ってて、タカさんが醸し出す雰囲気がこの雪月花楼を彩ってんやろな。外のキャンプ場も面白いわ。いろんな人が集まる雪月花楼、一度はみんな行っといでー。